ブギダイン一本橋は7秒以上でいいんだい。それなのになんでこんなにゆっくり行ってるんだい。指導員として当たり前やで。なんだって、俺にその運転方法教えてほしいで。ええで。ヘルメット、かぶるだけでも救える命。クスルームクロス、クスルーム行くぞ。はい、それでは一本橋解説していきたいと思います。はい、はい、まあ、あの一本橋もやっぱりこう難しいバランスセクションのうちの一つかなと私も思ってます。苦労されてる方も多いんじゃないかなと思います。7秒、それから大型の10秒で行く場合のやり方と、30秒、1分、1分半、みなされる方のやり方、大きく違うところを先に言うときですね。検定の基準である7秒10秒でこの一本橋渡ろうと思うと、目線ですね、これはできるだけ真ん中ないし、もうちょい前を見ていくような感じですね。最初ここがスタート位置ですから、この時はもうあのスロープをまず見ていきます。でもスロープ見た後は、もう真ん中ぐらいに目線をもう上げといて、真ん中ぐらいに来た時はもうゴール見ていくようなイメージ。行ってもらうと7秒10秒は行きやすいから。ただ、もうそれ以上目指しておられる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、目線を極力下に下げてください。1分とか1分半目指すときはもう真下を見ていかないと、もう前見ちゃうとビューッと前に進んでいきますので、もう真下をこう狙うような感じで目線を極力下げてほしい。基本的にニーグリップとかその運転姿勢は変わらないっていうのを覚えています。ここで落ちてしまわれる方の特徴ですね。まあ、これはもう上級者も、教習生の方もそうなんですけど、もう絶対にここのニーグリップが離れてるっていう、もうこの原因を作ってしまうと上半身で支えるしかなくなるんで、ハンドルが切れなくなるんです。じゃあハンドル切れなくても体でいったらいいやんって言われる方いらっしゃるんですけど、まあ、基本的に自分の体重よりも軽い乗り物やったらそれでもいけると思います。ただ自分よりも重い体重、まあ、これだとまあ200キロぐらいありますよね。そうなってくると自分の上半身だけではもう支えきれないというのを覚えておいてください。そうなってくるとこのニーグリップが必要です。人間の足っていうのは基本的に筋肉と軟骨、腱でできてるわけです。でロボットやったらニーグリップしてくださいって言ったらピシンと挟みます。人間は自分が一生懸命意識してニーグリップしてても隙間だらけ。人間の足なんて隙間ができるわけです。ロボットじゃないってなってくると、意識してなければもうここのニーグリップっていうのはゼロ。ニーグリップっていう意識を持った方が目線も楽になってくるし、ハンドル操作がグイッと楽になります。これも覚えておいてほしいかなと。あともう一つ、そのハンドル操作編で言いますと、このハンドルが動くと、なんかふらついて落ちて、なんかもう怖いなって言われる方いらっしゃるんですけど、ここのハンドルが動かない、まあ自転車でもバイクでも何でもいいです。一回それを乗って、一本橋一回行ってみてください。もう通れないですよ。要はハンドルが切れるからバランスが取れるんですよっていうのを覚えておいてほしいということですね。まあ、簡単に言うと、例えばこのハンドル全部ロックしてしまった。で、この状態が一番安定するわけ。ポン立てるのにパンと立てとくと、まあ、安定感あんま良くないんですけど、ハの字にすると安定感あるでしょ。まあ、それと一緒でこのハンドルもこうやってハの字にしてあげた方が安定するわけです。接地面が大きくなるわけです。なのでこの状態が一番望ましい、あの一本橋。だからその1分半とか2分行かれる方は、まあ、この状態を多く作ってるわけです。まあ、これによってハンドルと、まあ、その車体がこうちょうど釣り合いが取れて、で
バランスが取れるので落ちないと。ということですね。ここまで大丈夫ですか？はい。はい。じゃあ次。まあアクセルとかどうなんですか、クラッチどうなんですか、リアブレーキどうなんですかっていう話もよくあります。まあそこもね、ちょっと解説しておきますと、クラッチに関しては、まあ、つなげたり切ったりしていきます。ただ、重要なのは、アクセルもやっぱりその時は使ってあげてください。うん。もう、クラッチ切った状態だけで何もしないって言ったら、このバイクはもう前に行く力失ってしまうんで、まあ、それはちょっと危ない。ハンドルを切るような状態の時は、まあ、アクセルとハンクラッチをずっとキープしてるなりしてあげてほしい。で、その時に、リアも使ってあげてください。アクセルとハンクラッチって言うと、これ前に行く力を足してるので、前だけに行こうとします、これバイクが。で、それを後ろに引っ張っていかんとダメなので、このリアブレーキをかけてあげる。で、リアのブレーキはできるだけグワーッと踏んであげてください。もう簡単に言うと、あの綱引きの綱と一緒で、まあ、アクセルハンクラッチだと前にバーッと持っていかれるわけ で、リアブレーキをグワッと踏むとバイクが下がるんで、車重が下がるんで、グーッと綱でこう前に持っていかないようにこうグーッとこっちを落としてるのと同じ状態がリアブレーキをグワッと踏む状態で、軽くしか踏んでなかったら前にこう持っていかれますよ。なのでアクセルハンクラッチガーッと使った時にはリアブレーキをしっかりグッと使ってあげます。で、それもね、バイクは暴れます、はっきり言って。前に行く力、後ろに行く力でバーッ。一番いいのが、本当にアクセルも少しハンクラッチキープ、リアブレーキを優しくかけておく。ピーンってチェーンが引っ張られてる状態やと一番バランスが取れてるので安定感が、でそこまで行くと1分半は見えてきます。まあ教習でも使える技で、剣で7秒行こうと思ったら、練習の時にやっぱり10秒ぐらい乗れんとダメですよ。で、大型2輪の人、10秒行こうと思ったら、やっぱり20秒ぐらい練習で行かんとダメですよ。その2グリップ、ハンドル、アクセル、ハンクラッチ、リアブレーキ、このあたりの練習をしっかりやっといてもらって、まあ、渡ってほしいかなと。はい。大丈夫ですか？はい。以上です。はい。なんてあれ、エンストしてもすぐエンジンかけなあかん。あそこでわー言うてた、行こうと思ったんですけどね、行こうとするじゃないですか、体勢安定させると無理ですよね、あれ。だからまあすぐパチン行きます。ハンクラッチをもうちょっとマイルドにしたらこの動きはなくなるわけ。はい、しっかり2グリップ、2グリップを足のブレーキで押さえて、フッ、エンストするってことは開けすぎ、クラッチ開けすぎ、それはもうつなげすぎ、そっか、そこのバランスやっぱ難しいな。よし、前に行く力が立ってるから、うん、暴れるわけやん。前に行こう行こうって言ってんの、足でこれってもっと、そうっすよね。バックします。バックします。危ない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 。
よいしょい。やまなかったんやけどな。もっともっとこっち近づけてくんだから。こっちね。おいしょ。ちょっとマシになった。ちょっとマシになった。ちょっと今のはね、あのかかとの横からこうつけるはちょっと意識しましたね。僕もあのほんまにあの大会の時、一本橋乗ってる時もずっとそれ意識してる。あ、今ついてるついてる、かかとついてる。ちょっとね、クラッチがね、乱雑。乱雑やね。乱雑になりました。あ、難しスキノバ自動車教習所の公式チャンネルを登録して強靭スムワンの活躍を応援しよう。